ガオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。東日本大震災の津波被害に遭い、修復された奇跡のピアノを展示が、福島県いわき市のいわき震災伝承未来館で始まりました。被災の記憶と教訓を伝えるのが目的で、10月11日までの期間中、 希望者が自由に演奏できる音楽会を定期的に開きます。海岸沿いにあった同市中学校のグランドピアノ。2011年3月11日は同校の卒業式で式を終えた数時間後に被災しました。海水や砂が内部に入り、専門家が修復は不可能とサジオを投げる中、 ピアノ調律師が復活させました。卒業式に際し、教師や生徒らが寄せ書きした実物の黒板を背に、近くの高校の合唱が伴奏で行われました。それでは、お先に失礼します。